皆さんこんにちは。個別指導塾決裁塾長の小林です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、2023年度入試東京一校の志願者速報を動画にしてみたいと思います。まあ、東京一校ですね、東大、京大、一橋、東工大の4つの大学を見ていきたいと思います。早速参りましょう。はい、まず東大なんですけれども、まあ、東大はですね、まあ、あんまりその志願者が大きく変わるってことはあんまり多くないですし、まあ多少その毎年の傾向はあるんですけども、まあ、難易度が著しく変化するっていう大学ではないので、あまりまあ受験者のね、皆さんも受験生の皆さんも、まあ、心配してるとかってことはないと思うんですが、まあ、気になるのは多分足切りとかだと思うんですよね、はい、で一応ごめんなさい、さっき言わせてたんですけども、2月6日に撮影をしておりますので、その時点で取れる最新のデータを紹介しています。はい、はい、実際 のデータはですね、改めて最終確定版 のデータを場合によっては今後出てくる可能性があるので、まあ、ご覧いただければと思います。すいません、本当はこれ先言っておくべきだったね。はい、で、はい、もう話戻しますけども、東大まずね、まあ、志願者が、まあ、ある程度減っているなっていうところがまず分1、うん、はい、分1に関しては、去年はですね、志願者が1285人ですかね、はい、はい、で現在の時点で1225人ということで、うん、まあ、ちょっと減ってるんですけど、まあ、これ確定のデータじゃないんで、はい、実際はまあ同じぐらいになるかなというような予想ですかね。そうですね、はい、で、あとは分2ですね。分2は1090人に対して去年1088、今年1088人ということで、うん、まあ、これもだから最初確定版のデータじゃないので、はい、まあ、少しちょっとまあ増えるかなっていう感じがしますけども、まあ、あんまり大きな違いにはならないかなという印象ですね。そうですね、はい、でちょっと個人的に着目しているのが、分散なんですけども、去年ですね1498人で、うん、今年1412人なんですね、志願者が、はいはい、ちょっと一番減りがまあ大きいっちゃ大きいですよね。そうですね、はい、まあ、ただですね、まあ、これもだから最終確定になるとデータが入ってくるんですけども、うん、今年ですね共通テスト取れた子が多かったじゃないですか。はい、多かったですね。なのでその分なんですけれども、例えば、はい、共通テストの点が高い分、まあ、分散に出そうっていう傾向が意外と働くんですよ、東大って。あ、なるほどなるほど。結構その厳しい年はその足切りが低いであろう分1に出す傾向があったりして、はいはいはい、はい、その分なんですかね、分1の足切り、いや 分散の志願者が減るってことあるんですけども、逆に共通テストが取れると、うん、逆に無難に分散出そうみたいな、うん、なるほど、ことがありうるんですけど、ただ最近はその傾向が揺らいで薄らいでいて、うん、やっぱりやりたいことを重視だよねっていうものに変わってきてはだんだんといます。確かに、はい、なので今年のですね、ボーダーラインの予想は各予備校から出ていますけれども、まあ、そちらをねご覧いただきつつ、まあ、予想していただくしかないかなというふうには思いますし、やっぱり去年よりは絶対上がるじゃないですか。平均点が上がってるんでね。そうですね、はい、まあ、その観点で言うと、まあしっかりと最後までやりきってもらえればという感じですね。はい、はい、で次に、理科一類なんですけれども、はい、理科一類は2978人に対して2820人ですね、うん、まあ、こちらも減ってるように見えるんですけど、まあ、確定版のデータになるとあまり変わらないかなという印象ですね。そうですね、はい、で逆に理2なんですけど、2235人に対して今の時点で2285人、うん、ということ6人かな、うん、ということでもう今の時点で増えているんですよね。そうですね、だからまた最後ここ出願が来ると思うので、作対比で比べると多分ここは増という形になるかなというふうに思います。はい、はい、でやっぱりここは共通テストが取れるんで、うん、まあ理1よりもちょっと最低点が低い理2に出しやすかったんじゃないかなという気がちょっとしてますね。なるほど、確かにそうですね、はい、ただこれがまあどうなるかっていうのは分かりません。はい、はい、あと医学部に関しては、まあ、421人に対して411人で、まあまああまり変わらずという、そうです、はい、状況かなと思います。まあ理差も特殊なんでね、うん、センターでもちろんいい点取ってる人がめちゃめちゃ多いけども、うん、全然共通テストではもうね測れない学力の人たちが集まるところなので、はい、という形で、まあ、東大はそんなに大きな事件は今年なかったかなって感じですね。そうですね、はい、むしろまあ二次試験の問題どんな問題出るかね、これから僕らもねしっかりと見ていきたいと思います。はい、はい、で次ですね、京大なんですけど、まあ、正直ね京大の方が東大よりも、うん、志願者に関してちょっといろいろ言いたいことがある。はい、はい、でまずですね、全体としては、うん、結構プラスになってる学部が多いなっていう印象なんですよ。そうですね、うん、で去年小林さん京都大学ってちょっと出願者減だったじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ。だからそれの反動がちょっと来たって感じなんですかね。そうですね、反動も来ているし、うん、あとはやっぱり今年今年というか伝統的に関西って国公立強いんですよね。はい、まあそうですね、はい、要は京大あります、はい、阪大あります、うん、神戸大あります、はいはい、ね、まあ、ちょっとランク落としても例えば大阪公立大ありますみたいなね、うん、まあ、昔はね府立と一律でしたけども、まあ、そういう公立もあるんで、やっぱり国公立が強い地域なんで、そうですね、その中から選んで受ける人が多いんですよね。そうですね、その中で多分今年って共通テストがそれなりに取れた人が多かったんで、はい、よし強気で京大行こうって人が多かったんじゃないかなという勝手な予測を立てております。なるほど、
はい、うん、で実際ちょっと見ていきましょう、はい、ちょっと減ってしまったところはまずね、はい、1個だけなんですけど文学部、あ、文学部は全体的に京大に限らずちょっと不人気な傾向ありますよね、はい、ただ、うん、とはいっても去年の確定データが643で、はい、この速報データで604人なので、うん、まあ、ぶっちゃけまあそんなに大きく変わってないかな、まあまあそうですね、だから減ったと言ってもこんぐらいなんですよ、うん、あとは増えてるとこあります、はい、ね、経済学部前期は576人が650人まで増えております、はいはい、で特にあの増えているのは文系型と理系型それぞれ数十人ずつ増えてるんですね、うん、なので結構やっぱ経済とかそういうところ、あとは理学部も増えています。691人が781人ということで、ここも結構増えてますね。そうですね、はい、でさらにこれ確定データじゃないんでもうちょっと増える可能性が高いです、はいはい、あとはまあ医学部ですね、まあ、こちらも482から544ってことなんですけども、うん、あのいわゆる医学部、皆さんが想像する医学部は実は十数人しか増えてなくて、あの医学部の中でも、人間健康科学科の方が結構増えてて217人から267人増えてると、うん、結構2割ぐらい増えてるということなんで、うん、結構ですねこの辺の共通テスト取れた人とか、まあ、結構狙ってた人が出願してきたんじゃないかなっていう印象がありますね。そうですね、はい、うん、まあ、京大に関しては、まあ、とはいってもやっぱり二次の勝負というのは結構でかい大学ではあるので、まあね、あんまり、ここだけで言ってもね、まあ、これだけでねやったとかねダメだってことではないんですけども、はい、あとはですね工学部が若干減りましたかね。そうですね、今年2485人出願なんですけれども、はい、昨年のデータだと2572人なんで、まあ、ただ、まあ、微減って感じですかね。そうですね、はい、でこれもだ結局まだその締め切ってないので、うん、バーってなったデータが入ってくると、まあ、あんまり去年と変わらないかなって感じです、はいはい、って考えると、まあ、まず少なくとも京大の前期日程を考えたらかなりね、うんうん、志願者が、まあ、かなりというか結構増えているのかなっていう印象がありました。そうですね、はいはい、まあ、結構ですね京大が未だに増えるというのはすごいことだなと僕の中では思っていて、はいはい、やっぱりそのなかなかね京大とか東大って目指しにくいじゃない、まあそうですね、難しいしね、うん、でもそういう大学が増えるってことはやっぱり頑張ってる受験生の方がねいっぱいいらっしゃるんだなと、うん、いうふうに思うので、まあ、僕自身もね非常に勇気づけられるデータでございました、はいはい、では次東京一高の中でも今年一番ですね注目しなきゃいけないのが一橋大学ですね。そうですね、なぜか、ね、うん、ソーシャルデータサイエンス学部ですよ、うん、新しく、はい、どうなったんだと、はいはい、でちょっとね見ていきましょう、はい、まずですね、まあ、ここ結構ね一橋は増減それぞれあったというのなのがまず全体の感想でございます。まずですね商学部に関しては、まあ、去年871に対して720と、で多分これ締め切り確定データではないんでもうちょっと増えるとは思いますけど微減って感じしますね。そうですね、うん、で次に経済学部が474人に対して587人、これ増ですよ、うん、経済学部なんか人気です ね、 そうすね、先ほどの京都大学と言って、うん、はい、結構そのむしろ商学部の一部が経済に流れたぐらいの感じだったんじゃないかなと思いますね、うん、はい、はい、であと法学部、これね昨日の動画で総計マーチのね話もしたじゃないですか。しましたね。法学部どうでした？法学部ちょっと人気がちょっと低迷気味というかちょっと下がってる傾向ありましたね。はい、僕も法学部なんですけどね、うん、まあ、悲しいですよ、はい、うん、まあ、ただですね実際かなり下がっております、はい、130人、ね、以上、ね、出す人が減っているという状況なので、うん、まあ、やっぱちょっと法学部はどの大学だからというよりも全体として若干不人気なのかなっていうイメージがあります。そうですね、ただし、うん、東大や京大レベルになるとそうでもないって感じですね。まあ確かにそうです、ね、そうなんですよね、そこはまた難しいんですけどね、うん、はい、で次社会学部ですね、はい、こちら696から738ということで増えているという状況ですね、はい、はい、まあ、ただそんなにめっちゃ爆増って感じじゃないので、うん、はい、で最後皆さん、ね、期待のソーシャルデータサイエンス学部なんですが、はい、まず前期がですね30人取るよと言ってて、募集が、募集じゃない応募が182人、うん、はい、これ確定版じゃないんでもうちょっと増えるかもしれません。はい、すで、はい、に倍率6倍、いやこれすごいですね、やっぱこの中でも群を抜いてるというか、国立で 6.1 倍、はい、9.1 個レベルで、あ、東京1個レベルで 6.1 っていうのは結構すごいですよね。すごいですね、まあ、でもまあ場合によってはですねこの倍率調整というか仕切りとかも入ってくる可能性が多いにあります。そうですね、で次ですよ、はい、後期日程に実はソーシャルデータサイエンスあるんですよね。ありますね、はい、でこちらなんとですねすでに、募集人員25名に対して志願者644人、なんか次第みたいですよね。志願倍率 25.8 倍、わ、これはなんか早慶マーチっぽくないですか、この倍率。やばい、いや早慶マーチ超えてるよ、超えてますよね、やばいっすね。なので、はい、まあ、これ近年まれに見る高倍率になったなと、やっぱ人気だね、人気ですね、うん、で僕らやっぱここむずく なりそうだね、特に後期やばいねって言ってたんですけど、はい、ごめんなさい、思った以上にやばいです。しかも後期なんて
とか前期はまださっき言ったように締め切ってないんで、はい、あの多分締め切ってない時のデータなんで、はいはい、なので多分あの皆さんがもう一回今ねこの動画見るときにもう一回ホームページ見てもらうと、もしかしたら倍率より上がってる可能性が高いと思いますね。やっぱこの辺人気ですね、はい、この学部は。そうなんですよ。データサイエンス、そのねデータサイエンス情報系っていうのを頭入れながらちょっと投稿台を見ていただきたいんですよ。はい、はい、投稿台に関してですね、まず今年全体としては、まあ、あの 10% ぐらい増えているというような感じですね。そうですね、まあ、結構いろいろ言われました、東京科学大学がどうなんだとかね、うん、例えば女子枠がどうなんだとか言われましたけれども、まあ、全体としての志願者数は増加しているという状況です。はい、はい、まあ、正直ですね、あの東工大はあまりね共通テストの点数が合否に影響する度合いが低いので。そうですね、はい、まあ、なので、まあ、あんまりその出来不出来で出す出さないっていう大学ではないので、単純にまあ東工大人気が上がったと言っても過言ではないのかもしれません。そうですね、はい、そのあたりはね、まあ、田村さんと話しているだけじゃなくて、はい、中橋さんに分析してもらえればと思うんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、ちょっと話戻しますけど、増えているところ、はい、まず理学院ですね、うん、はい、理学院はですね、641名から759名にアップ。次ですね、工学院は、1310人から、1435人に増えていると、まあ、10% 弱ぐらいですかね。そうですね、増えているという状況で、はい、物質理工学院は420名から389名で若干減ってる、うん、まあ、ただこれもその完全締め切りデータじゃないと思うんで、まあ、多分ほとんど変わらないぐらいかなっていう印象がありますね。そうですね、はい、で次情報理工学院ね、774名が839名、うん、思ったより爆発しなかったですけど、はい、でもやっぱ増えてますよね。そうですね、うん、で次生物理工学院に関しては、ごめんなさい、生命理工学院に対しては302人から309人ということで、うん、まあ、ちょっと増えてるかって感じですね。はい、はい、であとは、環境社会理工学院に関しては355名から411名ということで、うん、まあ、どこかが爆発したというわけではないんですけども、まあ、どこも、まあ、昨年並みもしくはそれ以上というような形で、まあ、10% ぐらいですね、10% 弱ですね、うん、現時点でももう志願者が増えていると、はい、これ締め切りデータになるともしかしたら 10% ぐらい増えるかもしれないということで、うん、まあ、結構ですね、まあ、東大は昨年並み、はい、あとは結構どこも増えてて人気強くないですか。人気強いですね、うん、やっぱ共通テストの点数がまあ全体的に上がったっていうのは大きいかもしれないですね。そうですね、だ結構強気の出願が見えた年だったと思うし、うん、そしてしかもその強気の出願で個人的にも悪くないとは思います、うん、はい、なんでかというとですね、やっぱりその今ね紹介した4つの大学っていうのは正直、まあ、共通テストだけでは決まらないじゃないですか。まあ、もちろんそうです ね、ほとんどの場合2次が勝負になってくるので、はい、そうですね、であればね共通テストだからまあどうだとかではなくね、今まで自分が培ってきた実力を使って、まあ、とにかく大志望にチャレンジしてほしいなっていう気持ちが結構あります。はい、はい、まあ、もちろんねそれを回避して別のところに出した人が悪いと言ってるわけじゃないですよ、うん、ただ今年はそういう傾向だったし、あのそれにまあ応じてですね、あの戦いに行っていただいて問題なかったかなという、そういう意味でございます。はい、というわけでね、今回は東京一高の志願者速報でした。引き続きですね、明日もあの志願者速報の動画やります。はい、ぜひ楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。